習について一緒にお話ししていきましょう。まず直感という言葉には2つの違った漢字を使った直感というのがありますね。感じるという漢字を使った直感、観察の感を使った直感。感じる方の直感は理由もなく肌で感じるもの。観察の方の直感は経験を通して潜在意識や存在意識から即時に読み解く力。 HSP は HSP でない人に比べて直感力に優れていると言われています。この直感力は私は感じる方の直感も観察の方の直感も両方当てはまると思うんですが、今日のタイトルの直感とつながる練習というのに対しては観察の方の直感を使います。直感力に優れていると言われている HSP さんでも、この忙しい現代社会を生き抜くために自分の直感に蓋をして過ごすことが多くなっているため、自分の直感力とつながりにくくなっている人が多くなっているように感じます。いつか読んだ HSP の本で印象に強く残っている言葉があります。HSP さんは無理して頑張りすぎる傾向があるので、もっと頑張らなきゃと思った時はもうすでに十分頑張っている証拠で、そう思った時には休憩が必要だというサイン。 HSP は他者中心で物事を見たり考えたりする傾向があります。この人はこういうリアクションを求めているだろうから、自分はそう思っているわけではないけど相手の期待に応えるためそういうリアクションを取ったり、相手の希望を通してあげるため自分の希望に蓋をするなど、そういう行動を続けて自分の本当の気持ちに蓋ばかりしていると、どれが自分の本当の欲求かわからなくなり、最悪の場合自分の欲求を開けようと蓋に手を伸ばすこともしなくなってしまいます。今日はそんな頑張り屋さんのあなたに直感とつながる方法をシェアしたいと思います。蓋に手を伸ばすことを忘れない、恐れない、蓋を開ける回数を増やして体の欲求を聞いてあげられる自分、直感とつながっていられる自分の時間を少しずつ長くしていきます。五感それぞれについての私の場合のお話をしますが、この曲を聴きなさいとかこれを飲みなさいという意味ではなくて、皆さんも日頃知らず知らずのうちにやっていることもあるかもしれません。五感を使って体が求めているサインに気づく手がかりに役立ててもらえたら嬉しいです。まず視覚と体感覚。私は映画を見るのが好きなので、どの映画を見たい気分かで自分がどんな状態かを知ることができます。昔とってもストレスが溜まっている時、上の2つの映画ばっかり見ている時期がありました。多分悪者を倒すっていうストーリーで気分をすっきりさせたかったんだと思います。下の2つは純粋な子供心を忘れて、なんか心がカラカラしてるなって感じた時に見ます。この2つは夢に向かって頑張りたいっていうパワーをもらいたい時に見ています。次に聴覚。音楽は耳障りとか体が求めているものじゃないとか、心と直通しているので一番わかりやすいものじゃないかなと思います。私は元気な時はアップビートのジャズや洋楽のポップスを聴きます。思考を静かにしたい時、気持ちを落ち着かせたい時はピアノとベースだけのアコースティックのジャズを聴いたりします。心も体も本当に疲れている時は何も流さないで私は無音にします。次に味覚。これから何か作業するぞと気力が欲しい時にはコーヒーを飲みます。でも生理前とか体調が悪い時には体はコーヒーを欲しません。ストレスが溜まっている時にはお酒を欲します。でもそれも通り越してとっても疲れ切っている時や体がクリーンで健康な時にはお酒は欲しません。精神的に何かを我慢している時、私はジャンクなお菓子が食べたくなります。次に嗅覚。私は強い匂いが苦手なので、アロマだったらラベンダーやフランキンセンスが好きです。あとお部屋に入ってきた時にコーヒーの匂いがふわっと香るのも落ち着きます。次に視覚、嗅覚、体感覚。精神統一をしたい気分の時に私はキャンドルを灯します。匂いのきついものは長時間は炊けないですが、火がゆらゆら揺れているのを見るだけでも落ち着きます。私はインセンスはしないですが、お香の香りや煙の動きを見ているだけで落ち着くという方もいるかもしれません。これは聴覚と体感覚かなと思うんですが、心が疲れていて何かぽっかり穴が開いたような、空虚感っていうんですかね、いうのを感じた時に、どうでもいい話でも気兼ねなく聞いてくれる家族に電話したくなります。私の場合家族ですが、昔の友人をふと思い出して声を聞きたくなるという方もいるかもしれません。体感覚。世の中の雑踏に疲れた時、暗闇の中で無音で一人になる時間が必要です。外からのノイズを全てシャットアウトして、崩れかけてた自分の世界を立て直す感覚です。体感覚。外の世界から離れたい時、自分の中とつながりたい時、私はヨガをします。人は運動している時に体の声とつながりやすいと言われています。もしあなたが運動しても全然すっきりした気分なんてしないって思うのだったら、運動しながらもこれで何が得られるんだろうって疑問を抱きながらやっていたり、あとどれくらいすれば結果が得られるんだろうとか、これで何々さんに勝ちたいなど、いろいろ考えを巡らせながら運動しているとき、それは思考が外に向いている状態です。それでは直感とつながることはできません。自分のやっている動き一つ一つ、そしてその時の呼吸一つ一つに集中します。最近なぜか同じ夢ばかり見るとか、なぜか無性にあの場所へ行きたいなど、それも本能や潜在意識からのメッセージだと思います。何か皆さんと似たようなことや思い当たる節はありましたでしょうか？もちろん一人一人サインは違います。自分のこの体の欲求と心の声のサインを見逃さずキャッチして、それをさらに現実世界に反映できるのが理想ですね。前回のこの時の動画でお話ししましたが、人は本心からの欲求と実際やっていることの辻褄が合っていない時に、体の中に違和感を覚えたり、心や頭に不快感を感じます。本心からの欲求を現実の世界に反映させるのは時間も勇気もいる簡単なことではないでしょう。しかし、心と体の声と現実がつながった時の何とも言えないような清々しい気持ち、自分の中に真っ白な芯が一本通っている感覚、自信に満ち溢れた感覚はこの時にしか得られない素晴らしいものです。情報大国の今の社会には雑念の種が多すぎる。直感を磨く。自分の直感とつながるには、そこから意識的に離れて自分の心の声、体の声が聞こえる環境に自分を置く必要があります。あなたの本能は何を欲していますか？ HSP やセルフケアの動画を A Balanced You の再生リストにまとめています。よければ見てください。今日も見ていただきありがとうございました。Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Stay safe. Bye.